お忙しくされてる。そうです。花火が行われたのは、急にその人が幕を引いた3月のことだった。もうコロナより前ですね、多分。上着を上に上げると、やらないと花火が公園の中を歩むと、地面に小さな前で、こっちが上がってない。小幅の狭い彼女は、こうやって集まるのも最後なんだな。群れの中の誰かが、この音の地形と進む、ちりぢりになることができる。その中で、彼女だけが、時は遠く、京都の町で、お仕事を受けた。だから、あらためて彼女を送り出そうと、我々の中を牽引する男がいたのだ。私はそれとなく徒長として、彼女の最後に気配を感じつつも、何かの上乗せだった。このイベント、いつ出会ったのか、私たちは学校の帰りに戻るわけです。私もよく知る友人から、交際もすごかったからなと、だんだん死ぬ夜のことだ。本当に全くもって当てもなく、彼らと思って、私たちは逃げていたのだ。それは、ある種の答えです。よく聞いた風が、よく聞く中の方が、我々には妥当であるように思えたのかもしれない。その時私が同じ事柄を憂いたのか、男の人が苦手なのだと、その時こちらは言葉を忘れてそこらしく勲章のように覚えてきた。あの夜、今は遠くておいしい。ねえ、彼女に声をかけられ、私の意識は急に彼の温かな声を聞こえた。両手から下げていた竹の重みを思い出す。私が振り返ると、頭がとても小さい。彼女は大阪に行き、彼女は足を振り下げていたのだ。ここで私は周囲の目を無意味ながらも見ていた。彼女の声を最後に現れた。もし船から離れたら、行くと終わりそうだ。ちょっと待って、これで幻想を見つけた。悪いです。新さんが。新さんが。そうだね。一つの桜の木の根元を見る。今日すごいコンテンポラリーダンスとか。そうですね。私はアホのように復唱し、彼女の顔をそかんと。蜜をね、盗んじゃう。二人別々だなと思ったから、そこで繋がったらやっぱり。木の根元に、小さい一枚の花にまでして、一輪丸ごと落ちているものが、椿の乱差を思わせる様相だった。受粉できないの。スズメがね、蜜だけ持っていってしまうから。今の写真の位置が見ました。彼女の手を引いて、
走ってきた。男が苦手だと彼女は話していた。男である私に打ち明けたことで、それは私が特別であるという勲章のように思えた。でも彼女は我々を牽引するあの男とも仲がいいように見える。錯覚かもしれない。でも他に苦手ではない。話せる男がいないと拭えるには私自身が凡庸すぎる。花見の帰り道、我々は公園から駅まで同じ道を歩いて、わずか10分ほどのことだったが、私はそのわずかな時間に一日の右を見出そうとしていた。日はとっくりと暮れている。高校と満月の夜空に穴を開けていた。昼間に腕がかけていた上着を着込み、留め具をしっかりと閉じる。風の吹き出さに床が見てしまう。避けながら、すぐに抜けてしまえそうだ。特別で会話はなかった。沈黙も多かったようになります。私は何度も彼女の横顔に視線を送った。やや下を向いて歩いていることが多く、丸い輪郭や月明かりに出会った青白い肌をもうしばらく見られないのだと思うと、ひどくなったんです。腰まで垂れた長い黒髪が彼女の歩調に合わせてかすかに揺れている。何度か姿勢が重なった。私の必要な姿勢に気づいているようだった。でも彼女はそれについて明言しなかった。薄く微笑む優しい目だった。わがままな子供に呆れてしまった母親のような慈愛と諦めをはらんだ目だった。その眼差しだけで私は言葉を失った。私の言葉の全てがこの場にそぐわないものへと慣れ果ててしまいそうだった。だから何も話せなかった。桜が綺麗だとか月が綺麗だとか、全国までみんなと話していたことと何ら変わりのない話題が精一杯だった。それでもその話題に対して返事があるたび、彼女の声を聞くことができて、私は少なくとも幸福感を得ていた。とうとう駅までたどり着き、我々は反対方向へ向かうことになった。線路を挟み、視線が絡む。私はなお彼女に言う。彼女の視線を返しつつ、少し困ったような顔をしてうつむき、またこちらを見て手を振ってくれた。私も手を振り返す。電車はなかなか来なかった。私たちは何度も手を振り合った。まるで離別を自らなじませていくように。彼女の乗り列車が訪れ、私たちは再現。去った後の向かいの景色の石幕に、私は打ちしがれて座り込みそうだった。彼女のいない日々をうまく生きていかなくてはならない。幸福なことがあると、小さな体を懸命に跳ねさせて喜ぶ姿が好きだった。幼さの抜け切らぬ外観をしているのに、こわめや視線から、我々よりも一回り年を重ねているのではと思われるような湿った影が好きだった。彼女の描く絵が好きだった。彼女の好きなものが好きだった。私は彼女のいない日々をうまく生きていかねばならない。仲の良かった集まりは卒業後も何度も会合を開いているらしかった。各々の新しい生活の近況報告や無事などを仕事終わりに酒を飲みつつ行うのだそうだ。私も何度か誘われたが
適当な理由つけて全て断ってしまった。本来いるべきである姿がそこにいない様子をまだまだと受け付けられるのが嫌だったから、3度続けて断った。もう誘われなくもなった。仕事を黙々とこなした。色っぽい見えたものの真似事もした。仕事に関しては多少の評価が得られたが、色っぽいに関してはいつも不安の空だったようで全然ダメだった。いつまでも嘘はうまくならなかった。私が本来なら相手に譲渡すべき感情を本当は一切も持たせていなかった。放置措置と箱だけ手当たり次第に配っているような気持ちだった。もちろん相手の女の子も受け取ってすぐに私がそれを持っているだけで気づいた。でも他に手段を知らなかった。
前に眠れなくなる。この先どうなったとしても、もう二度と彼女のことを忘れられないのだろうと自覚した。彼女の失踪に関する情報をかき集めようとした。でも、私が知っている以上のことは何も得られない。と言い続けた会合にも顔を出すに、彼女の学びは、いやなかった。みんなその傷口に触れてほしくなさそうだ。私は手紙を書くべきだったんだ。それは彼女のためではない、私自身のために。折に触れて私は手紙を書くようになった。いつか彼女にもう一度会えた時に渡せるように、彼女のために書いているのではないと直近に自覚していた。私は私のためにたくさんの手紙を書いた。食べて美味しかったもの、見て美しかったもの、文字に起こしてしまうと何が面白かったのかわからない会話、職場の多忙さ、季節の移り変わり、彼女の絵が好きだったこと、彼女の価値観が好きだった、彼女の声や視線、容姿、その全て、その全てが好きだった。私は手紙の束を抱えて列車に乗った。桜の散った京都へ向かった。よく晴れた暖かな日だった。その青々とした色に勝手ながら不しつけさを感じていた。あまり好きな色ではないなと車窓から空を眺めた。最後にあった花びらが彼女の超越について教えてくれて、飛び立つ鶴を眩しげな目で見上げていた。それを綺麗と彼女は言った。私は彼女の愛したものが好きであったはずなのに、その統一だけは愛せた。彼女は統一のスズメと桜とどちらに思いを馳せて綺麗だと言ったのだろう。そこまで深くは考えていないのかもしれないが、私は落ちる桜の花にその椿の落下に似た様子に火を、彼女の思いこれから気がつかないほど遠くへ行ってしまった。なんだかわからないけれども、なんとなくそんな気がしていた。京都の街を一人で歩いた。彼女は望んでこの街に来たはずだ。だからきっと彼女の愛した街なのだ。たとえ彼女を飲み込みどこかへ消し去ってしまっても、街自体を憎んでしまうのは違う。きっと違う。違うけれど、私は高揚感に胸を潰されそうになった。4月にしては冷たすぎる風が私を拒み、攻めているような気がした。一度強い向かい風に煽られ、私は立ち止まってしまう。
私は手紙を出すべきだと。もう二度と出すことがなくなる前に。桜のすっかり散る緑の方が桜並木を一人で歩き続けた。日が暮れていた夜空にいつの日か彼女の頬を照らしていた満月が上がっていた。大きいおのずと視線が吸い寄せられて、はい、疲れてしまった。もう一歩も歩きたくないなんて思いながら、私は引き出るようにしてさまよっている。満月に見上げながら、ねえ、ここにいるの、もういないよ。せめてこの手紙を渡せやしないだろうか。叶うことなら連れて行ってはくれないだろうか。この街には私一人ではいられない。この世にはあなたがいないのに、もう用はないか。ねえ、どこに？ねえ、ねえ、連れて行って。
Thank you.
Thank you.
では本日はこれにて終演とさせていただきます。どうもありがとうございました。例によって記念撮影タイムになります。ね、はい、グーナー満月の、夢シリーズ、まのこさんと初めて出会った時は素晴らしいパフォーマーがいる感動しまして、初め彼女一人だけでやったんですけども、いろいろなゲストの方を、お呼びして客演の方を呼んで、まあ、いろんな人とに、まあ、彼女の素晴らしさを見てほしいのと、広がりがね、皆さんとできればなと思ってシリーズでやってきました。で、当初は本当に満月の夜をやっていたんですけども、コロナの影響もありまして、なかなか期日にできなくて、今回は満月の前になってしまったんですけども、まあ、緊急事態宣言が出た中でも8時に終演すればいいだろうとか、土曜日ならまあ間違いないだろうとか、いろいろ考えまして、今日の日にちを設定してみました。で、大変好評なんですけども、とりあえず第6回本日をもちまして最終回とさせていただき、またしばらく休養期間を取りまして、またまのこさん大きく羽ばたく時ありましたら一緒にまたやりたいと思っておりますので、まあ、それまで皆さんも元気で、また、どこかでできればここでお会いしたいと思っております。どうもありがとうございました。師匠だそうで、はい、でそれから今日ヒンさんも、はい、ずっと初回からいろいろお手伝いいただいて、写真いっぱいで撮っていただいてますので、もしヒンさんとも撮影とかつながるっていう方ありましたら、またいろいろトークしてください。はい、では皆さんで登りつきませんけど、トークしながら、はい、お帰りください。はい、じゃあどうもありがとうございます。